はいどうも、キャッチミーの高之です。今日もフットボールマネージャー2020キングカズの挑戦やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は天皇杯の2回戦、三菱水島 FC との試合、そしてリーグカッププレイオフの第2試合、浦和レッズ戦をやっていきたいなと思っておりますと。まあね、やっとね、この5月の連戦地獄を乗り切って、で、まあまだ連戦っちゃ連戦なんですけど、ここの浦和レッズ戦を終えたら2週間の休息があるっていうことで、まあここでね、選手の体力も回復してもらって、また次の試合から頑張っていこうっていう感じにはなるんで、三菱水島と浦和レッズ両方とも勝って、まあ、天皇杯、リーグカップ、両方とも次のステージへ進めるように頑張っていきたいなと思います。で、一応、受信箱の方にメールが届いてまして、斎藤幸輝と小林祐希、パレスチナのアンダーチームとの対戦のために日本代表として招集されたと。で、試合は6月12日に行われるっていうことなんで、まあ小林はね、まだ怪我が明けてすぐなんですけど、呼ばれたっていうのと、斎藤幸輝はコンスタントに試合に出場してて、それを見てもらえてて、呼ばれたっていう感じにはなってそうですね。はい。三菱水島戦の直前ですね。両方ともね、チームニュースそんなにないっていう感じだったんですけど、まあ前節にイバがイエローカード2枚もらって出場停止にはなってるんで、そこだけって感じですね。で、まあリーグが違えど両チームとも最近の調子は結構いいっていうことで、コンディションは両方とも上がっているチームなんかなっていう印象ですね。まあでもね、相手は地域リーグやし、こっちは J1 っていうことで、力の差を見せつけてほしいところっちゃ欲しいところですね。最近はカズさんもゴールがないので、そこだけ結構危惧してるって言っちゃ危惧してるんで、三菱水島戦でぜひ得点を取ってほしいなと思っております。まあどうなるかは分からへんけど、頑張ってやっていきましょう。じゃあ天皇杯の2回戦をどうぞ。天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦、横浜 FC 対三菱水島 FC のハイライトです。まずはホーム横浜 FC のスターティングラインナップ。フォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパー6ターン、ディフェンス右からマギーニョ、星、井の葉、武田、ミッドフィルダーセンターに2人佐藤と瀬古、ウィング右が中山、左斎藤、トップ下に松浦、フォワード1トップに三浦知良。天皇杯の2回戦、ここは確実に勝利が欲しい横浜はいつも通りの 4-2-3-1 のフォーメーション。そしてゴールキーパーには6ターンが帰ってきました。対するアウェー三菱水島 FC のスターティングラインナップ。フォーメーションこちらは 4-4-2。ゴールキーパー松本、ディフェンス右から内田、成海、秋森、前原、ミッドフィルダーセンター2人、中川と森迫、サイドハーフの位置右に鶴丸、左原田、フォワード2トップは宮沢と高瀬。地域リーグに位置している三菱水島の2回戦の相手は J1 で好調をキープしている横浜 FC。ジャイアントキリングを起こせるでしょうか。前半2分、横浜は中央から右サイドに展開。中山が受けたところボールつつかれるもマギーニョに落としてクロスボールにカズのヘッド。ここはクロスバー。前半16分、横浜次は左サイドから武田が持つとサポート来たセコエパス。ここからのクロスボールにまたもカズ。ここはキーパーキャッチ。前半20分、横浜は相手ディフェンスに2人がプレス。そしてボールを奪ったのはカズ。ボールコントロールしてからシュート。ここもキーパーキャッチ。前半31分、さらに横浜左サイド武田がスルーパスで抜け出します。ここは無理せず戻して斎藤幸輝がドリブルでカットインして一気シュート。これはキーパー正面。前半42分、横浜カズのフリーキックのチャンス直接狙ってきた。しかし惜しくも枠を捉えられず。前半45分、右サイドに開いていたカズからテンポよくパスを回していき、最後は瀬古のミドルシュート。しかし枠を越えます。後半1分、開始早々フリーキックのチャンスにカズまたもや狙ってきた。しかしこれもキーパーセーブ。後半5分、三菱が右サイドから攻めていきます。内田がエリア深くまで持っていき、鶴丸のグラウンダーのクロスに森迫のシュート。ここはディフェンスブロック。後半11分、右サイドでマギーニョがフリーでボールを受けると、そのままクロスボールに斎藤幸輝のヘッド。決まった。幾度となくファインセーブを繰り返していた三菱の牙城を崩したのは斎藤幸輝。見事なヘディングで先制します。後半13分、三菱はフリーキックのチャンス、原田がエリア内に放り込んだところで主審の笛。エリア内でファールがあったということで PK の判定。そしてこの PK を蹴るのは宮沢。助走からシュートを止めた。正面のシュートを6ターン読んでいました。同点とはなりません。後半30分、横浜右サイドの中山がドリブルで駆け上がっていきます。エリア内持ち込むもロスト。マギーニョ拾ってもう一度中山クロスにカズ。しかしこれもクロスバー。後半38分にはレアンドロ・ドミンゲスからのロングフィードで裏抜け出したカズが1対1の局面でシュート。しかしここもキーパーセーブ。そしてして試合終了。天皇杯の2回戦は攻めに攻めた横浜 FC が1点をもぎ取って勝利。三菱は何度もピンチを回避するも1点が取れずに試合終了。横浜が3回戦へと駒を進めました。はい、というわけで見てもらった通り、横浜 FC 対三菱水島の試合1対0で横浜 FC の勝利。ということで、天皇杯2回戦、無事突破できたわけなんですけど、まあ、とりあえず良かった。斉藤幸輝がね、ゴール決めてくれたから良かったものの、シュート36本、枠内シュート14本打って1点かっていう感じよね。まあ正直ね、カズさんめちゃくちゃ外したね。ポスト当たったり、1対1キーパーに当たったり、厳しいって感じだったね。三菱水島みたいなちょっと下位のリーグ相手やったら、カズさんもゴールを決めて波に乗ってくれるかなと思ったんですけど、ちょっと乗り切れへんかったね。いやー、いつになったらまたカズさんのゴールを見れるんやろうか。もうかれこれ2ヶ月くらい見てない気がする。そろそろ見たいね。まあでも勝てたことは良かったんで、無事3回戦に行けることが決まったので、まあそこは良かったかなと思います。じゃあちょっと他会場の試合結果とかあるかな。他会場の試合結果です。まあこれね、天皇杯の時に言うん安牌なんですけど、下位のチームの名前間違ってても怒らないでください。できる限り合ってると思うような感じで読みます。てか合ってるやつは合ってると思うんで、鹿島アントラーズ対スカイアース2対0で鹿島アントラーズ、大宮アルディージャ対松本山雅3対2で松本山雅、湘南ベルマーレ対 JFC8 対0で湘南ベルマーレ、セレッソ大阪対おこしやす京都2対0でセレッソ大阪、コンサドーレ札幌対 FC 刈谷5対0でコンサドーレ、愛媛 FC 対 FC 岐阜1対0で FC 岐阜、ファジアーノ岡山対 FJ 大 MYFC2 対0でファジアーノ岡山、FC 琉球対栃木 SC 延長戦の末 FC 琉球の勝利、FC 東京対 FC 大阪4対1で FC 東京、川崎フロンターレ対レインミエール青森やんね5対2で川崎フロンターレ、ガンバ大阪対本田 FC が1対0でガンバ大阪、ギラバンツ北九州対モンテディオ山形2対0でモンテディオ山形、名古屋グランパス対武蔵野シティ3対1で名古屋グランパス、水戸ホーリーホック対東京ベルディ2対1で東京ベルディ、ジェフユナイテッド千葉対ザスパ草津3対2でジェフユナイテッド千葉、ジュビロ磐田対 SC 相模原2対0でジュビロ磐田、レノファ山口対ブラウブリッツ秋田が4対0でレノファ山口、柏レイソル対アルテリーボ3対0で柏レイソル、清水エスパルス対バンラーレ8のへ1対0で清水エスパルス。やばい、さっきからマジで当てもんみたいになってる。合ってるよな。いや、もう合ってることを信じるしかない。サガン鳥栖対福島ユナイテッド2対0でサガン鳥栖、サンフレッチェ広島対グルージャ盛岡2対0でサンフレッチェ広島、京都サンガ FC 対蒲田マーレさぬき1対0で京都サンガ、大分トリニータ対ガイナーレ鳥取0対0のスコアレスドローで PK 戦の末大分トリニータ、浦和レッズ対三重琵琶湖草津が5対0で浦和レッズ、ベガルタ仙台対 SRC 広島5対0でベガルタ仙台、ヴァンフォーレ甲府対アルビレックス新潟1対0でヴァンフォーレ甲府、ヴィッセル神戸対 FC 徳島3対0でヴィッセル神戸、徳島ボルティス対アビスパ福岡1対1で PK 戦の末アビスパ福岡、横浜 FC 対三菱水島1対0で横浜 FC、 町田ゼルビア対ロアッソ熊本が2対0で町田ゼルビア、津江源金沢対ビファーレ長崎1対1で PK 戦の末津江源金沢という感じとなっております。長かった。いやー、途中ちょっと間違ってそうな綴りがあった。間違ってたらごめんなさい。ということで、次の試合が浦和レッズ戦ということで、まあこれはね、勝つか引き分けるか、まあ引き分けは 1-1 以上ということで、次のラウンドに進出できるということなんで、ちょっと浦和レッズ戦の直前まで行きたいなと思います。はい、というわけで浦和レッズ戦の直前までやってきました。浦和レッズ戦はね、両方とも今引き分けが2回ということで、まあ血に汗握る白熱した戦いを今まで0対0なんですけど見せつけているわけなんですよ。そして今回はマルティンスが代表に招集中ということで出られないっていうところもあって、一歩リードなのかなと思いきや、こちらはマギーニョが出場停止と、まあマギーニョは右サイドバック不動でやってるっていう感じなので、ちょっと厳しいっちゃ厳しいんですけど、次のラウンドに進むためにも横浜 FC きっちりと勝利をお届けできたらなと思います。じゃあこの3戦目でついにどちらかに勝利がつくのでしょうか。というところを期待して、リーグカッププレーオフ第2試合浦和レッズ戦の方をどうぞ。ルヴァンカップグループリーグのプレーオフ第2戦横浜 FC 対浦和レッズのハイライトです。まずはホーム浦和レッズのスターティングラインナップ。フォーメーション 4-4-1-1。ゴールキーパー西川、ディフェンス右から鈴木、岩波、マウリシオ、荻原。ミッドフィルターセンター2人、柴戸とエベルトン。サイドハーフ右が竹富、左杉本。トップ下にゆるき、フォワードワントップ、興梠。前回アウェーでは 4-4-2 で挑んできた浦和レッズ。今回は前線少し変えて縦の関係 4-4-1-1 のフォーメーションでやってきました。対するアウェー横浜 FC のスターティングラインナップ。こちらはフォーメーション 4-2-3-1。ゴールキーパー6ターン、ディフェンス右から、井ノ葉、田代、4アピン7。ミッドフィルターセンター2人、古宿と中村。ウィング右が中山、左松尾。トップ下にレアンドロ・ドミンゲス。フォワードワントップ、三浦和義。プレーオフの第1戦はホームで0対0のドロー。今日この試合勝利もしくは1対1以上の得点での引き分けで決勝トーナメント進出が決まる一戦、どのような結果が待ち受けているのでしょうか。前半5分、横浜ドミンゲスがボールを持つと強引にクロス、こぼれ球松尾が回収し、パスに古宿のシュート。しかし枠を越えていきます。前半13分、浦和は中央からチャンスを作ります。ゆるきがボールを受けてドリブルで持ち込んでシュート。ここは枠を捉えられず。前半30分、マウリシオがロングフィード。これを4アピンがクリア。こぼれ球をゆるきが回収。そしてドリブルでエリア内入っていて角度のないところからシュート。前半46分、横浜は中村から古宿と中盤でボールを回して左サイドの松尾へ展開。ワントラップからクロスボール上げたところ決まった。これは荻原のオウンゴール。後ろの中山に気を取られたのでしょうか。横浜が思わぬ形で先制点を奪います。後半12分、浦和はエベルトンからのロングフィードで裏へ抜け出した興梠、そのままエリア内持ち込んでシュート。ここは6ターンセーブ、ゴールを許しません。後半28分、横浜武田からのバックパス、ここを杉本がプレスでボールを奪います。そしてそのままドリブルでエリア内持っていってシュート。しかし枠を捉えられず。後半44分、横浜は右サイドの井ノ葉がボールを受けるとドリブルで相手のエリア深くまで持っていきマイナスのパス、古宿最後は中村のシュート。ここは西川ファインセーブ。後半48分、横浜は相手のバイタルエリアで細かくボールをつないでいくと古宿のスルーパスで裏抜け出した斉藤幸樹、ワントラップからシュート決まった。なんと後半ロスタイムにこの試合を決定づける2点目を決めてリードを広げます。そして試合終了。第1戦は0対0のスコアレスドローだったためトータルスコア2対0で横浜 FC が決勝トーナメント進出を勝ち取りました。はい、見てもらった通り浦和レッズ対横浜 FC の試合2対0で横浜 FC の勝利ということで、いやー劇的やったね。前半の終了間際に左サイドからのクロスに荻原がクリアできずにって言ったらいいんかな。荻原がクリアできずにゴールに流し込んでオンゴールっていう形で横浜 FC が先制で、このまま試合終わるんかなと思った時に途中出場できっちりと結果を出してくる斉藤幸樹、マジで強いね。まあ試合データ見てもらったら分かる通りなんですけど、浦和レッズがねだいぶ攻めてた。シュートも12本、こっちは4本やったんで、まあ4本中2点取れた。まあ1本はシュートに換算されへんねんけど2点取れたっていうところはちょっと運もあったんかなっていう感じですね。一応他会場の試合結果見ていきたいなと思います。はい、他会場の試合結果です。湘南ベルマーレ対川崎フロンターレ1対0でトータルスコア2対0で湘南ベルマーレ。ジュビロ磐田対清水エスパルス2対1、トータルスコア4対1で清水エスパルス。浦和レッズ対横浜 FC0 対2でトータルスコアも0対2、横浜 FC の勝利で、ベガルタ仙台対セレッソ大阪3対1。あらら、前回のパートで言った通りになっちゃった。次の試合ではベガルタが3点取ってセレッソ1点とかやったらベガルタ悠々で勝つしね。3対1でベガルタ仙台が勝利、トータルスコア3対2でベガルタ仙台という形になったということで、この4チームが ACL にいる4チームと準々決勝という形で戦うっていうことになりましたと。天皇杯とリーグカッププレーオフをやってったっていうことで、次のパートの話になるんですけど、次のパートが J1 リーグアウェーでコンサドーレ札幌戦、 J1 リーグホームで FC 東京戦、この2試合をやっていきたいなと思います。まあね、コンサドーレ札幌は現在3位と、まあ一時期は1位を独走してたっていうこともあって、少し調子を崩しているんかなっていう様子もあるけれども、全然3位なんで、ここは気を引き締めて戦わなきゃいけない相手かなと思っております。で、FC東京もね、前半戦の最初の方に戦ってて、その時はまだ調子が良くなかったっていうことで、勝利できたけれども、今はもう8位まで上がってきてるっていうこともあるんで、まあ苦戦を強いられる戦いになるかなと思います。まあ両チームともね、ポテンシャルもあって、いい選手も揃ってるし、ここのね、連戦が終わったっていうことで、しっかりとコンディションを整えて相手もやってくると思うんで、苦しい戦いにはなりそうやけど、勝っていきたいなと思います。じゃあ、今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。